宇野カオルは日本のゲームプロモーター。身長は178センチメートル。血液型は O 型。妹は漫画家のうのあゆみ。2014年1月17日にセガのアーケード筐体アップムの宣伝担当としてニコニコ生放送公式番組電人月茶に初出演。翌週より月茶内のコーナーアップムチャンネルに7月31日まで。 毎週出演。11月20日に、月茶に再出演。12月25日放送会まで、超、アプムチャンネルで、超、うのとして、毎週出演。2015年1月29日より、元祖、アプムチャンネルで、元祖、うのとして4月23日放送会まで、毎週出演。最終回には、うのが、卒業生代表として、当時を読み上げた。 11月12日に、月茶に、ゲスト出演指示集より、アプムチャンネルが復活することを告知した。その際に視聴者アンケートが行われ、旧宅の中から約半数の指示を受けコーナー名が、うの生と決定し、以降、カリスマ、うのとして、毎週出演。2016年3月31日放送会を、もって終了。7月7日より、帰ってきたうの生と題し、 アップム宣伝コーナーの復活とともに、月茶に出演復帰。同コーナーにおいて、うのバンド埼玉スーパーアリーナへの道と題し、CD デビューを目標に東京アナウンス学院へ通い、ボイストレーニングを受けた。その際に指導を受けた昼間博士が作詞を、道とも作曲で自身初のオリジナル曲、ノーとは言えなくて、愛の戦士を、制作、12月22日放送の月茶にて、 pv と共に初披露。また、11月12日開催の東京アナウンス学院の芸能バラエティカ歌詞コースのイベント猫パンチにも出演。2017年4月13日より、スイートーの名前のコーナー名にて月茶のアプム宣伝コーナーが復活。全シーズンで作った自身の曲をアニソンにするべく、自身が主演のアニメを東っぱなし、 学園映画専門学校の協力にて制作。自身の曲が主題歌のマジカルカオルンおよび PV のありふれた群青を制作するも両編ともモブとして特別出演する程度に収まった。中学時代はバスケットボールのセンターを務めていた。セガに入社後数年目にぷよぷよ2のアーケード版を担当していた。現在ではセガインタラクティブでオールネット P ラスマルチの宣伝を担当しており、ニコニコ生放送の番組、デンジンゲッチャに出演している。ちなみに、セガの社長とは同期である。好きな食べ物はホルモン、好きな甘いものはミスタードーナツのオールドファッション、好きなお菓子はカールの薄味、好きな飲み物は日本酒。中でも島根県の美白純米大吟醸がお気に入り、趣味はゲーム、漫画、 ユーザー投票により様々な賞を表彰するゲッチャーアワード2014では新人賞対象の2冠達成を果たしているゲッチャーアワード2015ではベストプレイヤー賞対象の2冠達成を果たしているゲッチャーアワード2016でも対象を獲得し前人未踏の3連覇を成し遂げたありがとうございます